え、羊毛を、あ、まやけに。どうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。マサオシンでーす。今回もザ・アンユーザルスカイブロックやっていきましょう。おら、ケアル。ケアルいいね。ケーキ漬けのケアル。お前、白魔道士としての力をメキメキとつけてる。もうメキメキって言っとうもん、だって。メキメキ言っとる。あの、卵島までの、うん。橋完成したけん。ナイス！あそこ攻略しに行こうぜ。オッケー。僕もね、うん。カナダライで羊ボコボコにしてますわ。お前、めっちゃ性格変わったよな。あの時と比べて。この、うん、か召喚師になってからというもの力を手に入れてから楽しい火星が変わってるのお前。ちょっと貴重品は全部置いてて、うん、貴重品は全部置いてて、よし、置いた置いた。戦闘用具しかも羊肉も置いていこう。よし、俺人参付きの棒しかいらんけんな、俺に関しては。よし、なんかゾンビおるね。もう顔見せとるやん。任せろ任せろ。お前いけるこれ。カナダレおじさんが、うん、オーケー。はいや、強それ。カナダライマジ強い。手で掘れるっちゃんね。あ、そうなん、うん、あ、ナイス。鬼のように時間かかるが。いいね。親の仇ぐらいの時間かかるね。めちゃくちゃ時間。待って、危ないぞ。何これ。これレッドストーンの原石は、うん、信号を周りに送ってしまうことがあるけ危ない。え、どうすればいいと。怖い怖い、触れん。大丈夫大丈夫、あれ触らんければ大丈夫。触っちゃうやん。っていう夢を見たのさ。悪夢にて悪夢だぜ。ツルハシ欲しいね。ツルハシいるな。ちょっとツルハシを取ろう。なるほど。素手で行くけん、ああいうことになるんよ。なるほど、ね、ああいう夢を見るんよ。お前、羊毛の近くにいると怪我すんぜ。あ、うぜえ。それ何。え、羊毛を、あ、お前やけに。おい、遊んでんじゃねえぞ。入るけんな、入るけんな、入るけんなって。入るけんな。おい、棒ノーなったわ。あら、あったあった、よかったよかった。あ、怖い。もうめっちゃ手に入ったエメラルド。マジですげえよ。いくらある今。今30何歩。大富豪やん。37。大富豪やん。このまま逃げちまえば。おい、落ち着け、正野氏。ダメだ、俺一人のスキルじゃ勝てようもん。あいつを頼るしかねえんだ。まあ、お前の頭上に正義のカナダライ振り注ぐ。かっこ悪いな。職業盾。え？があるよ。ほら、欲しい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 ね、これ。うん、これ召喚師の盾、白魔道士の盾も買ってよ。買っちゃいます。あざーす。あ、お金なくなったわ、ごめん。え、あ、俺は自分で働いて買うわ。嘘嘘。行ってみるか。行ってみる価値はあるな。うわー、怖いな。ちょっとずつ壊していくね。あぶねー。マジ、周りを丸裸にしろ。ちょっとこれ狭いな。羊毛で広げてくれん。何を。もうちょい奥まで、ここ足場。オッケーオッケーオッケー。ちょ、慎重に行こう、慎重に。ほんとに待って、なんでクリーパー。クリーパーおる。待って、なんでクリーパー。待って、なんでクリーパー。ちょっと待って待って、なんでクリーパー。マガロシ、なんでクリーパー。おい。え、どこでやられた。最悪の場所でやられてないわ。クリーパー。なんであそこでクリーパー。おい。ひどい。外に向けてほっとけん。なんか向こうのさ、レーザーが出てる島怖いな。いや、怖いよね、あれ。あれ何？上からやろ。うん。あれ何、ずっとレーザー出とうの。難易度やばいやろ、あの島。あの島が一番やべえやろ。まさのしに床作っていって壁作るわ、僕。あ、オッケー。この裏に、あの、ポーション発生器があるじゃん。なるほどね。関圧板も壊す。あトンネ、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 
さん慎重に行こうよって。ダメダメマジでごめんマジでごめんっていう夢を見たのさ。いや見すぎやろ夢楽しみやね、たまご島どんな冒険になるんだろうな。どんな島なんやろな、あれ。うん、一旦周りに床張り巡らすね、とりあえず。わからんけどね。うん、なんかあってからじゃ遅いけん、ね。なんか歩きするやん、しかも。そうやね。まだなんか、鶴橋は持ち出さん方がいい気がするけん。うん。まだ、とりあえず床を張り巡らすね。よし、丸裸するぜ。ほんとに、感圧板壊す。役目を正野氏に任せよっかな。いや待って、それはそれで違うぜ。なんでよ。それはそれで違うやん、トム。ああ悪い予感がする。怖い。あ、でもこれあれやん、セーブ後の世界や。大丈夫か。大丈夫ね、セーブ。空に何か浮かんでる。何、何、空に何か浮かんでる。どれ、どこ、どこ、空どこ。空が広すぎて何が浮かんどっちゃろ、空に。え、大丈夫これ。まあいいか。あ、まあいいか。怖っ。え、なんかある。何、玉手箱。え、待って、え、ラッキー、ラッキーじゃないこれ。ラッキー引いた。え、行ってくるわ俺。行こう行こう行こう。キノコ島気をつけろよ。いや、今死んでも多分俺何も。そっか、金だらいがあるけんな。え、玉手箱ってけど開けていいと。あ、ジジイ化するかもしれんもんね。ジジイ化ってどういう概念か分からんけどさ。ちょ、トムお前ちょっと離れとって。そうやな、僕はちょっとカメラ係として徹するわ。うん。いやね、切っていくのやめよ。関係ないけん、玉手箱。玉手箱関係ないのやめよ。うって言ってしまった。うって言ってしまった。何のリアクションも取れんかった。素で落ちすぎてするけな。あれと、これ殴りまくれ。うん、でもやけんなんちゃろ。ほら、で倒した時にいいアイテム出る。あ、減っとる減っとる。ナイス。おお、レベル上がった。あ、すごい経験値もらえるんじゃないこれ。あ、全部行こう全部行こう全部行こう。羊狩るところから始め、落ちてさっき死んだけん。オッケーオッケー。あ、そこにいっぱいあるけん羊毛使いまくれ。あ、オッケーオッケー。じゃあマサラシに引き寄って僕羊毛集めてくれ。オッケーオッケーオッケー。しぇ、そっから登って間に合う。おっしゃ、もう行くぜ。あ、行け行け。金だらいで応戦するぜ。あ、レベル上がったっけ。 MP もちょっと増えたわ。あ、ほんと絶対取れよ。ネザースター絶対に逃す。オッケー、ナイスナイス。16。向こう遠、向こう遠いな。もう乗ってない、向こうの島に。向こう遠いし、なんかあそこ爆破してない。卵島が、え、しかもクリーパーの島、なんか爆破してない、あそこの島。爆破しとうね。あそこ行っちゃおうか。行こうか。行こう行こう。路線変更で。うん。え、なんで爆破した、あの島。だから何やった、近寄ったけん。僕の爆発もしかして。ゴー。飛び降りゴー。ほら、ナイス。オッケー。あ、イエーイ、ナイス、ネザースター。すげえ量の。いいねいいね。なんかね、なんか計らずも結構、うん、取れたな。あ、めっちゃシルクタッチの金のツルハシゲットした。マジでナイス。ラッキー。その金ブロックも欲しいな。ラッキーラッキー。床の金ブロックも欲しいぐらいある。行こうか、こっちのも。そうねそうねそうね。え、まじなんかその下になんかあるぜ。ここあるね。一旦これつけとこう。え、鉄ブロックゲットできる場所やそれ。あ、ほんとやん、鉄はでかいね。俺ちょっとこれマザーベースに一回戻してくるわ、怖いけん。そうやね、頼む。じゃあ僕玉手箱までの道を紡いどくね。オッケー。あと松明持ってきて。はい。この戦いが終わったら、あっぶれ、あっバイバイやこれ。え、ごめんね。
そのシーン。ごめんね。でも生持ってなかったやろ。まあ、鶴橋と。あ、大変なことやっとる。何持っとった？鶴橋と戦士の盾とか持っとったし、うん、で、今、リスポーンしたら、うん、リスポーン地点にクリーパーがおって、うん、マザーベースが半壊しとる。いや、まあまあいいや、鶴橋はだって、あの、めっちゃゲットしたっけ、今。そうね。うん。粘れば、取り返せるもんな、全部。取り返せる。金の鶴橋2個あるけど大丈夫。やばいやばい。待って！え？羊毛のところにもクリーパーが湧いて、うん、羊毛のところも破壊しました。ラッシュオートお前。いや違う、これ僕じゃない、これ本当に本当にこれ僕とかで飲もんでじゃない今の。いやまあごめんね、地道にやってこうや。そうシンプルでカジュアル軍総大将の私が。あれ壊れんでよかったね。ん、チェスト、チェスト壊れんでよかった。おるやんかクリーパー、バーン。おい地獄やんけ。いや大丈夫、今のは桜島の上が爆破しただけ。おもろすぎやろ。どこにある俺の遺品。あのそのさ宝卵島のチェスト。あ、オッケーオッケー。桜島の上もう壊してしまうかこれ。もう壊そう。危ない危ない本当に。危ねえこれ。飯ある？飯はないけど、回復ならできる。ナイス。キアルシン。おい、やめて、松戸シンみたいな感じ。よし。じゃあ、破壊しよーす。頼むぜ。あー、ナイスキアル。アリスの。地味やな、この作業マジで。降り注がすわ、カナダ。地味これ。あれ、おい、ナイス、渋渋い。8はしょっぱめやったね。こんだけいろいろあって8渋。ちょっと早く卵島クリアしよう今日。そうやな、卵島とりあえずクリアしよう。卵島なんで置くの。ごめんね。ねえ危ないやん。トムごめん、やめる、無理無理、グハッ。ウジ虫、ああ危ない。ウジ虫がいっぱいおる。なんで。爆破戦機や、一応この島が。うん、したらもう答えは一つだ。お前やってんじゃん。お前やってんじゃん。